はい、こんばんは。今回はね、てるてる坊主書いていきたいと思います。もうね、今これ動画撮ってる時がこれ今5月なんですけど、まあ、もうすぐ梅雨の時期ということで、てるてる坊主をね、なんかこう書く時も多いかなと思って、てるてる坊主を今回書いてみたいと思います。まあ、割とまあ難しくない感じのモチーフなので、まあちょっとね、書いてみるといいかなと思います。一応ちょっとこうワンランク上のやっぱりてるてる坊主を書くポイントとしては、こういうちょっと紐で縛ってある感じを書くのが、まあ、ポイントですね。あとは下のひだひだの部分をちょっとこういい感じにリアルに書けると、なんかこうちょっといい感じのワンランク上のなんかてるてる坊主になるかなと思います。あとは顔をね、ちょっと可愛く書いてあげるとか、そんな感じですね。で、こう多分作るときはティッシュで作ると思うんですけど、そのティッシュのね、柔らかさをこう意識して、なんか柔らかい感じになるようにひだの部分とかはね、書いてあげるといいかなと思いますね。こんな感じです。ちょっと可愛いですねであと色の部分は、紐の色をね、くっつければいいかなと思います。こんな感じで完成です。他にもね、いろんな動画を上げているので、よろしかったら見てみてください。チャンネル登録をね、お願いいたします。それではまた。